シリス SR20 シーラス SR20 はアメリカ・ミネソタ州のシーラスエアクラフトが開発した単発低翼固定客の軽飛行機シリーズ SR シリーズの一つである SR20 のコックピット個人向けのほか、フライトスクールにも導入されているエンジンを強化した s r 2に、ターボチャージャーを搭載した SR22T と共に SR シリーズと呼ばれる 2013年 SR シリーズの年間デリバリー機数がセスナ社の軽飛行機を抜き次世代のベストセラー機としての地位を確立しつつある操縦艦は SR シリーズ共通となるサイドヨーク式であるガーミン G.00N キシーベースのグラスコックピットシリースパースペクティブやオートパイロット、後述するパラシュートシステムなどの標準装備以外にも 高高度飛行に対応した防氷装置や訓練用途に対応したアビオニクスのアップグレードなど法人向けオプションが充実している。2019年から内装の簡素化など訓練用に最適化したモデルトラックを販売している。パラシュートが開く様子 SR シリーズ共通の安全装備として緊急用パラシュートを展開するシステムを搭載しており機体が 操縦不能になったり、エンジンが故障して、滑走路外への不時着が避けられなくなった際には、機体背面からパラシュートを言い出し、機体の落下速度を緩やかにして、軟着陸させることが可能である。適切にキャップスを作動させれば、高確率で、航空事故からほとんど無傷の状態で生還できると、されている。シーラス社によれば、2017年1月現在、 このシステムによって146人の命が救われたという。T-53A 個人向けの小型機は、セスナ172が大きなシェアを占めているが、オーディオやキーレスエントリーなどの快適装備のほか、塗装の細かな指定など、プレミアムオプションが充実し、オートパイロットや高度な安全装置を備えていることから、個人オーナーの遊覧機として人気が高まっている。 プロパイロットの練習機としては、ビーチクラフトボナンザの採用が多く、シーラスは後発であるが、事業用操縦士に必須となる景気飛行訓練や、現代の旅客機では必須となる高度なアビオニクスの操作訓練に対応しているため、複数のエアラインパイロットの養成機関へ採用が決定している。日本でも民間のフライトスクールに新規導入が進んでいる。軍用の基本練習機では、 ターボプロップ機が主力となっているが、パイロット家庭の初学者にとっては、エンジン出力が強すぎることが多い。そのため、アメリカ空軍では、T-53A コデッド2の名称で、空軍士官学校が導入し、T-6 に乗る前の飛行的性検査や最初期の訓練用に使用している。FTD は、レッドバード製などのサードパーティー品を利用する。シーラス公式サイトより、 ありがとうございます。